の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和大宮川口所沢をはじめ埼玉東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局にご家族そろってお試しいただきたい漢方薬の知恵をご紹介してまいります。ヘルシー漢方のお時間です。今週も荻秀幸先生にお越しいただいています。荻先生こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。なんだかお天気もどんよりね、はい、といった感じですけれどもね、梅雨に入ってしまいそうですよね、はい、そうですよね、本当に。はい、石野薬局さん、こうお客さんのこう入りとかはお天気で左右されますか。やっぱり左右されますね。やっぱり雨が降ってしまいますと、どうしてもやはりそのお客さんの足が店に向かないというふうな形で、はい、なかなかこう出なくなっちゃいますもんね、外にね。そうですね、落ちたってね、はい、あとはまあこの時期増えてくる疾患とかっていうのもあるんでしょうかね。はい、はい、やはり先週もお話しさせていただいたように、皮膚疾患の方だとか、もう多くなってくるんですけども、はい、やっぱり空調が入ってきますから、やはり冷えて、泌尿器系の、疾患の方も増えてきてしまうんですね。そうなんですね、はい、今日はそうしますと泌尿器の主な疾患ということをテーマにいきたいと思うんですが、はい、主な疾患、どんな疾患がありますか。はい、泌尿器のですね、主な疾患といいますと、膀胱炎で、男性では前立腺肥大症、はい、あと前立腺炎ですね。で最近、テレビでもコマーシャルなんかで入ってますけども、尿失禁、尿漏れですよね、尿漏れの方で、あと、湿気がこうありますと尿道炎だとかにかかられる方もいらっしゃいますし、あと尿路結石ですよね、こういうふうな方も、この時期ですね、この時期特別増えるっていうわけではないですけど、やっぱり気になっちゃう人は気になる季節なんでしょうね。尿路結石の方も増えてくるということですね。結構ありますね、いろんな疾患がね、こうやって見てみますとね。そうですね、はい、その中からちょっと2つピックアップして特にこう進めていきたいんですけど、はい、まずはですね、前立腺肥大症、はい、こちらなんですが、これはどういう疾患ですか。はい、まずこの前立腺肥大症とはですね、人間こう加齢に向かってこうどんどん、動いていくわけですけども、この加齢によって体の基本的なこうバランスが崩れて、でさらにそのホルモンバランスの崩れによってですね、この男性の場合、尿道の脇に前立腺というくるみ状の器官があるわけなんですが、はい、この前立腺がですね、ホルモンバランスの崩れによってこう肥大してくるんですね。で肥大が起こってですね、この間にある尿道を圧迫するものですから、いろんなその前立腺で言われる諸症状が起こってくると、要は前立腺が大きくなって起きる、症状を言うわけなんですね。はい、どんな症状がありますかね。はい、今申し上げましたように、こう尿道の脇の前立腺が膨らんで大きくなってきますから、はい、やはり尿道を圧迫するんで尿の回数が増えてくるんですね。ほう、はい、であとその常にこう残尿感が出てくるんです。で夜間もですね、やはりこう何度もこうトイレに行ってしまうんですね。はい、で行ってもですね、お小水の出がちょろちょろしかこう出ないと、そういうふうなこう症状が前立腺肥大症の主な症状だと思います。これもちろん男性の病気かとは思うんですが、はい、こう世代とか年齢別とかあるんですか。はい、やはりですね、50代以上の方がこの前立腺で悩まれるケースが多いんです。というのはですね、やはり先ほどもお話ししましたように、ホルモンのバランスの崩れによってとお話しさせていただきましたけど、はい、やはり女性の更年期みたいなものなんですね、男性の、はい、そういう感じなんですね、はい、ホルモンバランスが崩れて女性はいろいろこう不定愁訴といわれる、更年期のね、イライラしたりとかっていう、ありますね、いろんなその症状ありますけど、男性の場合はそれとは違って、この前立腺が大きくなって、これが男性の更年期の一つでもあるなんていうことも言われてますよね。はい、これもやはり相談も非常に多いと思うんですが、はい、改善例を今日もお持ちいただいているかと思いますので、お願いできますでしょうか。はい、まずこれからご紹介する方はですね、約4年ぐらい前に、はい、前立腺肥大症ということで、診断された方の例なんですね。でこの方の自覚症状をお話しますと、はい、まずおしっこの回数が多くてですね、日中に12回ぐらい行っちゃうそうなんです、はい、多いですね、多いんです、はい、で残尿感がですね、常にやはりあると。
でおしっこの出もですねちょろ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 しか出ないと、まあ、出しくる感じが常にありますと。で体もですね疲れやすくて不眠傾向に、まあ、ここに 2,3 年ありますと、はい、で、夜中にですねすぐこう 目を覚ましてしまってトイレに行ってしまうと。であと特徴的な部分が、まあ、足先が冷えるということとあとコレステロールが高いと、まあ、悪玉コレステロールの値が高いというふうなことをおっしゃられたんです。はい、生活習慣の乱れとかはですね、はい、この方は特別その生活習慣の乱れという分の中では問題はなかったんですけども、あえて言えば病院の先生からですね、まあ年を取ってるんだからその水を多く飲みなさいということで比較的平均よりも若干水分を多く取りすぎてたような形がある方なんですね。あでもその程度ですかね。はい、はいはい、分かりました。この方にはどういったお薬を。はい、はい、こちらの方にはですね五社腎気丸というお薬を服用していただいたんです。はい、でこの方の経過を、まあ、ご紹介しますとですね、まず服用しまして1ヶ月経った時点でおっしゃられたことがトイレの回数が10回から8回ぐらいに減りましたと、うん、はい、で足の冷えも、まあ、少し良くなってきた感じがすると、はい、で2ヶ月経過した時点ではですね夜のトイレの回数も1回に減ったって言うんですね、うん、まあ、2、3回あったのが、まあ、1回に減ったと、はい、ですね、はい、であと、まあ、糖尿の値も下がってたということで差別的な分でお話しいただきました、うん、で3ヶ月経過した時点ではですね喉の渇きも最近すごく楽になってきたと、はい、で4ヶ月経過した時点でお話しいただいたことがトイレの回数も減って頻繁に行かなくても、まあ、良くなってですね体調は非常にいいんですと、うん、でまたその他のですね体調も良くですねで、腰膝こういうふうな痛みも楽になってきたということをおっしゃられて、まあ、今も現在進行中の方なんですけども、うん、でも4ヶ月で随分改善されましたね、はい、そうですね、はい、あとは糖尿とか喉の渇きっていう話が出てきたんですが、はい、この方糖尿病ではないですね、はい、糖尿病ですね、はい、糖尿病ではないですね、はい、薬の方もまあ、病院の方からハルナールという前立腺の肥大をのお薬をですねいただいただけで、うん、あとはまあ食生活を気をつけなさいということで、はい、ちょっと境界型っていうんですかね、まあ、そういうふうな形で薬は飲んでない方なんですね。なるほど、はい、わかりました。でもまあ改善されたということで現在も進行中の方ですね。はい、はい、そして続いてなんですが、今度は女性側に多いということなんでしょうかね。膀胱炎ですね。はい、はい、これはどんな病気でしょうか。はい、この膀胱炎というのはですね、まず大腸菌などのこう腸内細菌がですね、まあ、尿道を遡ってこう膀胱でですね、まあ、増殖することによって炎症を起こす、まあ、こういうような病気なんですね。はい、でこの病気はですね、なんとやはり統計的にはですね、男性より女性の方が多いというふうなことなんですね。そうですね。はい。はい、でこれ症状としてはどんな症状がありますか。はい。膀胱炎のですね、主な症状としましてはですね、まず排尿痛、あと違和感ですよね。うん、であとその残尿感があるんですね。はい。で下腹部の違和感、で下腹部の痛み、あとおしっこが頻繁にこうしたくなるんですね、うん、頻尿、あとその尿がですね濁るという症状もあって、ひどくなってきますと、まあ、血尿まで出てきてしまうという、症状なんですね。うーん、これ実は私経験がありまして。あ、そうですか。海外初めて一人で行った時に多分疲れとかもあったと思うんですが、はい、なぜトイレの場所がわからないので水分もあんまり取んなかったんですよ。はいはい。そしたらまあ最終段階のこのひどくなるとっていうお話の血尿まで出たんですね。あ、そうでしたか。これは結構ひどいですよね。そうですね、はい、やっぱり炎症度が強いと、まあ、血尿がこう出てくるんで、まあ、小雪さんの場合その本当にこう、まあ、いろんな状況で、ね、我慢しちゃったり、あとは海外に行った、まあ、いろんなストレスがある形の中でやはり、はいはい、まあ炎症度が、まあ、高くなる要因がこう集まったような形だったんでしょうね。はい、この後、まあ、症例もお話しいただくんですけれども、私がその時小木先生に勧めていただいたのがチョレイトだったんですよね。はいはい、これはどうでしょうか。よく、はい、処方されるものですか。はい、よくこのチョレイトというのはですね、膀胱炎には使われる処方なんですよね。はい、はい、この後ちょっと改善例もお話しいただくんですが、その方にもチョレイトを処方されたということで、はい、では改善例お願いします。はい、まずはですね、
この膀胱炎の方の自覚症状をお話しますとですね、はい、残尿感があってですね、トイレの回数が多いんですと、うん、でおしっこがちょっとあの濁ったような感じで、まあ、血尿も場合によっては出るんですと、うん、で下腹部が少しですね痛くて、はい、で体がそのだるくなると、またはその熱っぽくなると、この膀胱炎になる感じがするというふうなことをおっしゃられた方なんですね、うん、はい、でこの方はあの中性脂肪コレステロールの値がちょっと高いんですということもちょっと相談時にお話しいただいてました、はい、でこちらの方にですね服用していただいたお薬が、まあ、先ほど小池さんもおっしゃいましたチョレートを服用していただいたんですね、うん、で服用したその経過なんですが、4日経った時点で、まあ、あのお電話したところ、はい、まず尿がすっきり出るようになってきましたよと。お、早いですね、はい、そうなんです。で10日経った時点でご報告に来ていただいてですね、お話を聞きますと下腹部の痛みが軽くなってきましたと。で3週間経った時点ではですね、まあ、尿の回数もこう減ってですね、まあ、下腹部の違和感も全くありませんと、うん、で6週間経った時点ではですね、下半身の冷えもなくなって体調は非常にいいんですということで、はい、よくなられた方の例なんですね、うん、はい、まあ、私と比較するのもあれなんですが、はい、6週間って結構長いような気がするんですが、どうでしょうか、はい、まあ、この方はやはり正直あの長いと思います、うん、やっぱりこう慢性的な形の中であの、まあ、繰り返しあの膀胱炎を繰り返された方なんですね、うん、それで、まあ、徹底して、まあ、とりあえずこう飲んでいただいて、まあ、膀胱炎の症状をこう叩いてというふうな形で6週間で完治されたという方なので、ね、はい、この膀胱炎って結構癖になるって話聞きますよね。そうなんです。うん、やはり、まあ、途中段階でですね、炎症をそのままにしておきますと、またそのぶり返すんですね、リバウンドみたいな形で、はいはい、ですから慢性化している人は特に急性の方はもうその場でピッと短期間で抑えればいいんですけど、はい、慢性化している方に関してはですね、特にですね、治ったからといって表面上こう治ったような感じになってすぐやめちゃうんじゃなくて、やはり徹底したその、うん、慢性したその炎症を根治させるまでやはり服用しないと、やはり繰り返しになっちゃうんですよね。あ、そういうことなんですね、はい、そうなんです。表面だけじゃなくっていうことですね。そうなんです。はい、ありがとうございます。今日はですね、泌尿器系の主な疾患ということをテーマにお送りしてきましたが、では尾木先生から最後にリスナーの、はい、皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい、今年は本当にまあ気候の方がですね、まあ気候のその変動が激しく、はい、いろいろですね体調を崩されている方多いです。まあ、先週今週と、まあ、この時期にというお話させていただきましたけども、まあ、本当にこういうふうな症状、本当に早いうちに治しておいた方がですね、よろしい病気でもあるかと思いますので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。はい、ありがとうございます。一心堂薬局のヘルシー漢方、今日も一心堂薬局尾木秀之先生とお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。